北村忠氏は、日本の国土交通機関。国土交通省水資源部長、水源地環境センター理事を経て、共和コンクリート工業取締役副社長、応用生態工学会幹事長。東京都出身。1981年東京工業、大学工学部土木工学科卒業、建設省入省、北陸地方整建設局。 品濃川下流工事事務所配属。1993年建設省河川局、治水課課長補佐。1995年北陸地方建設局、黒部工事事務所長。1998年宮城県土木部河川課長。2000年北陸地方建設局河川部河川調査官。2002年国土交通省大臣官房付、ダム技術センター出向。 2004年水資源気候管理事業部管理企画課長2006年関東地方整備局江戸川河川事務所長2009年北海道開発局石狩川開発建設部長2010年北海道開発局札幌開発建設部長2012年環境省水大気環境局水環境課長2015年から 国土交通省水資源部長、内閣官房副長官補付内閣官房水、循環政策本部事務局長を務め、ダム整備などに当たった。2016年退官、水源地環境センター審議役。後水源地環境センター理事、応用生態工学会幹事長、共和コンクリート工業取締役副社長。ありがとうございます。